はい勝手に知恵袋に行きましょう今日も1個ぐらいかな、うん、トモスさん。<laughs> トモさん。これ、トモさんとかもこれ見てくれてさ、あれ書き込めへんってなるかもしれんよね。ぜひ見といてくださいね。そういうことになってるらしいですわ。行きましょう。スマートスピーカーのアヤクサがアヤゾンでセールだったので、ついつい衝動会しちゃいました。早速ちょっと触ってみたのですが、これってこういう仕様なんでしょうかアヤクサ、明日の天気を教えて、なんで私から聞こうとするんですかね管罪人に聞いたらいいんじゃないですかアヤクサ、テレビをつけて、はは、うちにテレビはありませんよ。あなたのせいですよ。アヤクサ、エアコンの温度を下げて、いや、下げないでくださいよ。不快です。 あやくさ、音楽かけて、ご自分でやったらどうですか私は誰よりも努力しました。あやくさ、みんなで作る等の大津や香さんのことを教えて。はああなたに言う必要もないし、お好きに調べたらどうですか電源ぶつ切り、あやゾンに問い合わせしようと思ったら、ファックス番号しか載ってないなんてありえなくないですかなので、あやくさ、あやゾンの問い合わせ方法を教えて、と聞いたらブロックされちゃいました。どうにもラチが開かないので、あやくさを使っている方いましたら、情報交換しませんかムカつくな、あやくさ。めっちゃムカつくな <laughs> えぇ、ー、セールやったけど、買ってみたけどさ。あやくさ、明日の天気を教えて。なんで私から聞こうとするんですかね完済人に聞いたらいいじゃないですか。あやくさ、テレビをつけて。<laughs> うちにはテレビはありませんよ。あなたのせいですよ。あやくさ、エアコンの温度を下げて。いや、下げないでください。不快です。あやくさ、音楽をかけてご自分でやったらどうですか私は誰よりも努力しました。あやくさ、みんなで作るとの大津彩香さんのことを教えて。は <laughs> ああなたに言う必要もないし、お好きに調べたらどうですかっていう。 電源ぶつけるムカつくなあヤくさむかつくわあやくさうーわ気分悪、えっと、あやくさに問い合わせしよう思ったら、ファックス番号しか載ってないなんてありえなくないですかなので、あやくさ、アマゾンの問い合わせ方法を教えてると聞いたら、ブロックされちゃいました。あやくさ、ブロックされることがあるんや。何のために存在するのん、ね、あやくさ。どうも、ラチがン、かんあやくさを使っている方がいましたら、情報交換し,しませんか 情報交換のが3元入っております。キュリオールスターテントさもう、常連やんけ。モード設定スイッチのあやてこオンにしていますかあ、スピード間違えた。我が家にちょっと待ってください、ね。スピードとオンリーは間違えた。モード設定スイッチのあやてこオンにしていますか我が家にも茶の間と寝室にアヤゾンテコを設置してあります。昨年のアヤゾンドロンジョセールで購入しましたが、当初、同様のトラブルがありました。あやてこオンにしてからは快適に利用できています。あやくさ、あなたの職業は ミンツク等の投資をしています野球チームのピッチャーじゃないですよ。あやくさ、座右の銘は、松下幸之助の名言、叱ってくれる人を持つことは大きな幸福である、が好きです。あやくさ、好きな四字熟語は、他力本願です。あやくさ、好きな飲み物は、あや子です。あやくさ、好きなドラマは、私が好きなのは、やっぱり、半原綾あやかです。あやくさ、好きなバレーボールチームは、ミンツク・ハサンダーズです。あやくさ、NHK 等って知ってる、悪い噂を聞いたことがあります。<laughs> お金返してお金とあやくさのご利用は計画的にお力になれずすみませんあやくさたかしすきしゃあなぜか設定があやてこオフになってました ON あやくさ大津あやかかけして民ンツの投資を返してと言われた大津あやかとかけまして扇風機と解きますその心は首を横に振るばかりですあやくさ大津あやかかけもっとして民ン党党島投資の座とかけまして参議院議員会館前で立花たかしにあったときと解きますその心は話話話しししたくないです <laughs> あや草まだ大津綾香謎かけできる破産政党をミンツクと大津綾香投手と掛けましてティーバックと解きますその心は判決 <laughs> 判決判決が出るでしよう綾さもう大津綾香謎かけないよね破産決定後もお金を使っている大津綾香と掛けまして時に似ている鳥と解きますその心は どちらも詐欺、詐欺、詐欺でしょう。あやくさ、ちょっと怖い。そうだ、怖い話して。当費から大津あやか講演会に寄付した2000万。使っちゃった。怖いよ。<laughs> なるほどなえー、だから、あやくさ、あなたの職業はとか、ピッチャーじゃないですよ。あ、投手と投手ね。座右の名は叱ってくれる人を持つことは大きな幸福であるが好きです。嘘つくなぶた <laughs> たれるだけやろ嘘つくな叱、叱られたらぶたれるだけやろがあやくさ、好きな四字熟は大力本願です。これは合ってるよね。あやくさ。 好きなあやてこうですあやたかじゃなくてなドラマは半笑いあやかです半笑いあやかあやくさ好きなバレーボールチームはミンツコハサンダーズ NHK 通ってしてる悪い噂を聞いたことがありますあやくさお金返してお金であやくさのご利用は計画的にはお力ずになるすみませんあやくさたかし好き <laughs> なぜか設定があやてこうフになってましたオンにするとなんで謎かけばっかりになってくの <laughs> なんであやてこうオンにしてから謎かけばっかりになんかようわからんけどえー扇風 大津彩香とかけまして、扇風機と解きます。その心は首を横に振るばかりです。ええー、な。あ、オンにしたらまともになるんやな。大津彩香謎掛けもっとして、身につくと党,党首の座と書けまして、参議院議員会館で立花隆に会った時と解きます。その心は話したくないです。なるほどね。あやくさまだ大津、<laughs> 謎かけできるえ大津彩香投手と書けまして、ティーバッグと解きます。その子は判決が出るでしょう。そうやの。あやくさもう大津、 あやくさ、ちょっと怖い。そうだ。怖い話して。当日から大津あや後編会に寄付した2万使っちゃった。怖えよ。なるほどね。次。あえてここに俺はなるす。先日、私はスマートスピーカーのあやさを新製品が高い大津電機で買わされました。 赤色の看板に白抜き文字、黄色のワンポイントだったので、すっかり KS 電気だと思って入ってしまったのが運のつき、点に入った途端、てこくさい店員がどこからともなくわらわら湧き始め、すっかり周りを取り囲まれてしまいました。そして、どこにも逃げることもできず、あやくさんの前に誘導され、こんなのも買えないの、貧乏人が、と幕し立てられ、買わないと帰らせてもらえない雰囲気の中、4150万円30年ローンを無蔵し、銀行で金利統一で組まされました。 納得できない中しぶしぶ家に帰り仕方なくスイッチを入れたらいきなり1時間30分の不毛な会話が強制的に流れました終わった瞬間あまりにも理不尽極まりないので思わず蹴り飛ばしていました見事に粉々に砕けてしまったあやくさを見たところ中身は小型 MD プレイヤーがあるだけでしたこれから私はどうすればよいですかやられてもうたな真剣に悩んでいますやられてもうたなケー図電機やもたら大津電機で新製品が高い。 おー通電気で、買わされてしもたんや。やばいな店に入った途端、てこ臭い店員がどこからんともなく、わらわら湧き始め、すっかり周りを取り,取り囲まれてしまいました。で、どこにも逃げることもできるめちゃめちゃ押し売りやんけ。こんなのも買えないの貧乏人が <laughs> ともくし立てられ、買わないと、4150万円30年ローンで、武蔵丸銀行ね。 あくまでもムサシマル銀行やしな、これはな。金利をトイチで組まされた銀行はムサシマル銀行やからな。言っとくけどよ。うんやばいな。いきなり1時間30分の不毛な会話ってや、あれやんけ。どう考えてもあれやんけ。あの会話やんけ。終わった瞬間、あまりにも理不尽嫌まわれない。思わず蹴り飛ばしてしまいました。見事に粉々に砕け散ってしまった、あ、あやくさを見たところの中身は、小型 MD プレイヤーが、今時 MD。 私はどうせ、それは腹立つよね。私はどうすればいいですか真剣にない。これが人生終わりってことやんな。4150万を30年ローで、金利統一で組まされて、なおかつ、1時間半の不毛な会話を強制的に聞かされて、中身は小型 MD プレイヤーでこれこそが人生終わるってことや、うん。こういうことを言うんやぞ、人生終わるってことは。な、ここまで来て、ようやくや。3個目の回答。 話題のアヤクサ私も購入しました。近くのリサイクルショップで見つけ、価格も78円安いと大喜びで帰宅さ速 <laughs> 電源入れたところいきなりはー、はぁ、はぁ、はぁ、とかったるそうなため息やれ、と思い電源を切りましたが、今度は電源切っても、ウルトラハイパーバッテリー搭載らしく、エンドレスため息を止めることができず、私はメンタルをやられてしまい、現在、診療内科に通う羽目にそれなので、購入は控えた方が良いです。さっきは4150万で30年ローを組まされたのに、こっちは78円なんや。 なんか、これはあれかな。新製品が高い、おーつ、電気で買わされたから、4150万やったやろな。この人は安いところで買えたやな。リサイクルショップやしか。あ、そうかそうか。だから、4150万で買わされたやつを、リサイクルショップに持って行ってちょっとは金にしようと思っても、引き取り代が10円とかそんなんやろな。<laughs> 引き取り値4150万で買わされたものをリサイクルショップに持っていても10お宝屋とかに持っていてもさ10円でしか引き取ってもらえへんからさでで10円でまあ10円やしこれ78円で売っとこうかでそんなもんなんやろななるほどリサイクルショップで買うとまだ金銭面ではダメージ少ないんやそういうことない新製品が高いおーつ電気ね高ウルトラハイパーバッテリー搭載エンドレスでため息を これはこれで嫌やなぁ。処分代がまた高いんやろな。2000万ぐらいかかんちゃう処分代が。4150万トイチで借りたらえらいことになるよね。10日で1割って。10日で400、415万円払っていかなあかんのにな。どんな不幸でも破産するわ、そんなもん。そういう感じですね。と、まあ、いうわけでね。ー <laughs> 知恵袋にも苦難の道が訪れましたけど、乗り越えていきましょう。じゃあ。 終わりましょう。日本で一番嫌い